ここってもしかしてマルハラか。お姉ちゃんはここにいるの？待った、なんか違う。ここはバルハラじゃない。似てるけど別物だよな。ここ不思議な世界だね。ここはバルハラとどう違うの？時の狭間はバルハラの影クポ。ゲートの入り口と出口をつなげてる空間クポ。調べてみるか。モーグリ、クポクポ、お願い、クポところだったんだ。テーマパークじゃなくてカジノ？私の時代の建物じゃない。クポ、うん、調べる価値ありか。逸落の宮殿ザナドゥへ。時の迷い人さん、ここに来るのは初めて？俺たちを知ってるのか。ここにたどり着く目的は人それぞれ。安心して、邪魔なんてしないから。逸落の宮殿では誰もが平等。幸運という名の女神のしもべ。掛け事とかよくわからないんだけど初心者さんには月があるものよ。ここで楽しむにはカジノコインがいるの。まずは交換所に行ってらっしゃい。じゃ、楽しんでね。いっぱい
は引き際も大事ですの。でも熱くなっているトド型やお嬢様も傍から見ると可愛らしいですわ。初心者にはスロットマシンがおすすめですの。チョコボをご自慢なさりたい方はチョコボレースにご参加くださいまし。まだまだ建設中の区画がありますの。完成の折には新しい遊戯をお楽しみくださいまし。新しい遊戯施設が間もなく完成いたします。シンプルでありながら知性と戦略も欠かせない、そんなエレガントな娯楽を提案いたします。お客様に勝負ごとの醍醐味を満喫していただけるなら私どもの働きがいもあるというものです。遊戯場がオープンするの。今までにない遊びが体験できる場所なの。紳士淑女のためのちょっと刺激的な娯楽よ。早く楽しみたい？いつ遊べるようになるのかしら。チョコボレースにようこそ。あら、動物と心が通じ合える素敵な方ですのね。仲間にチョコボはいらっしゃいますの？チョコボを登録すればあなたもレースに参加できますわ。レースに勝てばカジノコインを獲得できます。ご体験なさいな。縁起がいい鳥だ。負けちゃったみたい。いらっしゃいませ。ここは交換所なのです。カジノで遊ぶにはまずここでカジノコインをお買い求めくださいなのです。たまったコインは商品と交換することができるのです。遊ぶ前にも遊んだ後にもぜひお立ち寄りくださいなのです。
当に儲かるのかな。縁起がいい鳥だ。来てるのはこの子よね。やった、次は頑張るぞ。もっとお祈りをしないと。